皆さん、こんにちは。発売から1ヶ月余りで15万枚を売り上げ、演歌としては異例の速さの売れ行きとなり、第36回日本レコード大賞でも作曲賞と優秀賞を受賞した楽曲、夜桜お七を代表曲に持つ演歌歌手坂本冬美さん。これまでに婚姻歴もなく、2023年現在でも未婚ですが、隠し子がいるという噂や同性愛疑惑があることが分かりました。今回は坂本冬美さんのプロフィールから隠し子、引退、同性愛疑惑のほか弟の死因や逮捕、現在についても迫りたいと思います。坂本さんは中学生の頃、石川さゆりさんの大ファンで演歌歌手を夢見ておられたそうで、1985年に高校を卒業後、地元和歌山にある梅干しの会社に就職され、塩分などを調べ検査員のアシスタントとして勤務される傍ら、本格的に歌手を目指しカラオケ教室に通い、歌の練習に励まれたのでした。そして翌年の1986年、 NHK 勝ち抜き歌謡天国は和歌山大会に出場すると、いきなり名人を獲得。さらに同年、関西演歌大賞カラオケコンクールで優勝を果たされると、勝ち抜き歌謡天国で歌唱指導をされていた故猪俣正明さんの勧めで上京。1986年の4月から11月まで猪俣さんの内弟子としてレッスンを受けられたのでした。その際、猪俣さんの運転手や料理など身の回りの世話をされ、歌だけではなく生活の細々したことも経験を積まれたのだそうです。演歌歌手としてのデビューは1987年、暴れ太鼓という楽曲で、坂本冬美さんは作曲を担当した猪俣正明さん本人に売れませんねと言ってしまったそうですが、実際には80万枚を超える売り上げを記録、第29回日本レコード大賞でも新人賞を獲得するなど、初めての楽曲にしてブレイクを果たしました。そして翌1988年には祝い酒が大ヒット、第30回日本レコード大賞で金賞を受賞、第39回 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしました。また発売から1ヶ月余りで15万枚を売り上げた代表曲の一つでもある夜桜の七は、1994年9月に8センチメートル CD として発表されましたが、28年の時を超えて7インチアナログ版がリリースされるなど、長く愛される楽曲となりました。その際に坂本冬美さんは、長い間皆様に愛された証ではないかととっても感激しております。デジタルとは一味違ったサウンドで、ぜひお楽しみくださいとコメントしていました。こうしてデビュー以来トップを走り続けてこられた坂本さんでした。過労のせいか1996年、盲腸を患い手術を受けられると、翌年の1997年には膵炎を患ってしまいます。さらに同年、お父さんが交通事故で亡くなるという悲劇に襲われてしまったのでした。そんな中でも、周囲からのプレッシャーや売れっ子であるがゆえの過密スケジュールをこなしていた坂本さんは、お父さんを亡くした悲しみの中、笑顔で歌を歌っている自分に違和感を覚え、ついに2002年無期限の休業に入られたのでした。坂本さんは和歌山の実家に戻られると、気ままに旅行や温泉などに行き、のんびりと過ごされたようで、髪もショートカットにするなど、普通の女性としてのおしゃれを楽しまれたり、リフレッシュされたご様子。そして坂本さんはいつしか引退を考えるようになります。そんなある日、坂本さんは実家でテレビを見ていると、双葉百合子さんが65周年リサイタルで岸壁の母を歌っているのを聞いて感銘を受けられたのでした。そこで坂本さんはすぐさま双葉さんに手紙を書き送り、双葉さんの実家を訪ねられると、すっかり歌うことに自信をなくされていた坂本さんに、双葉さんは、あなたも歌の壁にぶつかったのね、
その歌の壁に気づいたというのは、あなたが成長している証拠で、とても素晴らしいことなの。私だって今まで何回も歌の壁にぶつかって、その度に乗り越えてきたからこそ今があるのよ、と励ましてくださったのだそうです。そして坂本さんは2002年11月から双葉さんの下でレッスンを受けられ、5ヶ月後の2003年4月 NHK 歌謡コンサートで完全復帰を果たされたのでした。復帰後は演歌だけではなくポップスにも挑戦され、1970年1980年代のラブソングをカバーしたアルバム「ラブソングス」「また君に恋してる」2009年にリリースされると、その後もラブソングを中心としたカバーアルバムを次々と発表。2015年に発売されたアルバム「ラブソングス6」「あなたしか見えない」ではナット・キング・コールの名曲「L.O.V.E.O.」トータス松本さんとデュエットするなど、新境地を開拓されています。他のジャンルのミュージシャンとのセッションは坂本さんにとってとても良い刺激になったことでしょうね。プロフィールの次は坂本冬美さんの数々の噂について迫っていきます。まず隠し子の噂についてですが、結論から言いますとデマである可能性があります。隠し子疑惑は2003年に週刊誌にて報道されたものだそう。坂本冬美さんは2002年3月から2003年4月頃までの約1年活動を休止しており、その間に子供を産んだのではないかと噂されたように、活動休止前に自宅を売却するなどの身辺整理を行った後、実家がある和歌山県へと戻ったことがさまざまな憶測を呼び、さらにはとあるサイトでテレビ局に勤めている人から聞いたこととして、坂本冬美さんがどうしても星野仙一さんの子供を欲しがったといった内容や、それ以外の芸能界に関する噂についての情報を長文で投稿した人がいたことから、信憑性が増し噂が広まっていったようです。しかし星野仙一さんはこの報道について、坂本冬美さんとは会ったこともなく法的措置に出る可能性もあると話しており、また坂本冬美さんの休業理由は持病の膵炎が慢性化したことによる療養のためだったこともあり、デマである可能性が高いようです。また引退についての噂もこの時の休業が起因したもので、坂本冬美さんは過去にも現在にも引退はしていません。次に同性愛疑惑についてです。これは坂本冬美さんに婚姻歴がないことや演歌歌手の藤あや子さんと仲が良いことが起因して出た噂だと思われます。1967年生まれの坂本冬美さんは2023年で56歳を迎えます。今でこそ未婚を選ぶ女性は珍しくはありませんが、昔は結婚することや子供を産むことが当たり前と捉えられていた時期があり、56歳で婚姻歴がないということで何か結婚できない理由があるのではと考えられてしまうのかもしれません。また坂本冬美さんは自身と同じ演歌歌手の藤あや子さんととても仲が良く、自宅が徒歩1分で行けるほど近くにあったり、お互いに合鍵を持っているという話やペアルックで手をつないで歩くなどの噂もあります。以上のような理由から坂本冬美さんが同性愛者であるという疑惑が出たようです。真相は分かりませんが、合鍵を渡せるほど仲が良い相手がいることは素敵なことですよね。さらに坂本冬美さんについて調べていくと出てくる話が弟の逮捕や死因についてです。坂本冬美さんをインターネットで検索すると坂本冬美逮捕と検索候補が表示されます。しかし坂本冬美さん自身は逮捕されたことはありません。理由として実の弟さんの逮捕が関係しています。2009年10月18日に坂本冬美さんの実の弟で坂本誠二さんが賭博害鳥釣りの疑いで和歌山県警に逮捕されました。当時の記事には次のように記載されていました。2009年の4月から5月にかけて
プロ野球公式戦を利用して野球賭博を開いていた暴力団幹部ら3人が賭博外帳釣りの罪などで県警組織犯罪対策課と田辺警察署に逮捕されました。捕まったのは賭博外帳釣りの疑いの香川県宇多津町の暴力団幹部森田誠二容疑者57歳と上富田町朝子の会社員坂本誠二容疑者40歳それに常習賭博の疑いで逮捕された上富田町朝子の無職花村正義容疑者40歳の3人です。県警の調べによりますと森田容疑者と坂本容疑者は共謀して今年の4月から5月にかけてプロ野球公式戦を利用して客に勝敗を予想させ一口1万円の賭博を開帳した疑いです。また花村容疑者は合わせて21口の申し込みをした疑いです。森田容疑者は予想が的中した時客に1割の手数料を差し引いた金額を支払い的中しなかった時は掛け金を支払う方法で賭博を開帳していました。調べに対し花村容疑者は逮捕容疑を認めているということですが森田容疑者は容疑を否認しているということです。また坂本容疑者は森田容疑者と共犯性を否認しているということです。この時県警の調べに対し坂本誠二さんは客を紹介しただけだと供述していました。坂本誠二さんは坂本冬美さんを含めた3人兄弟の三男でインターネットショップ冬美商店の運営責任者を務めていました。暴力団幹部と一緒に逮捕されたことから坂本誠二さんも暴力団員なのではと憶測が広がりましたが坂本誠二さんは暴力団員ではなく会社員でした。弟の坂本誠二さんの逮捕を受け坂本冬美さんは自身のオフィシャルファンサイトに冬美頼りに11月9日次のようにコメントを載せています。今日は皆様にご報告とお詫びを申し上げます。ご存知の方もいらっしゃると思いますが私の実弟が野球賭博の疑いで逮捕されました。身内の不祥事ですのでファンの方々にはご報告をさせていただきます。ご心配をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。今後どのようになるのか分かりませんがこの事実は家族全員の問題として考えていかねばと思っております。私自身姉として二度と過ちを犯さないように弟を厳しく指導しつつ歌の道をおろそかにすることなく前向きに頑張ってまいります。皆様には変わらぬご声援をよろしくお願いいたします。お騒がせいたしましたこと深くお詫び申し上げます。この出来事によりインターネットの検索で坂本冬美逮捕と表示されるようになってしまいました。そんな坂本冬美さんのもう一人のご兄弟であるお姉さんは一般人なのでお名前や姿は公表されていません。弟さんですが2022年頃から闘病をしていたようで2023年8月3日に55歳という若さで亡くなられました。この時にも冬美頼りでこのようなご時世でしたが芸能界の皆様よりたくさんのご供花を頂戴したくさんの方々にご参列賜りました。出棺の時には弟が大好きだったサザンオールスターズのアルバムヌードマンが流れ派手に送ることができましたと報告をしていました。そんな坂本冬美さんは現在でも演歌歌手として活動しており2022年に34回目となる紅白歌合戦に出場2023年にはデビュー37年目に突入しシングルの再会主場をリリースしています。再会酒場は水中歌から約1年ぶりのリリースで坂本冬美さんの原点ともいえる男歌だそうでインタビューでどのような気持ちで歌ったのかという質問をされた際にお待たせしましたという気持ちですと答え前作の宵十花を作成した時にすでに完成していたという裏話も披露しており新型コロナも5類になりこれからは今まで通り行動制限もなくなるということが発表になったので本当にぴったりのタイミングで届けることができると思います。待ってましたという感じだと思います。みんなで再会を祝して乾杯というのもいいのかなと思います。
皆さんがこの歌を一緒に口ずさんだりしながら盛り上がっていただけたらと思ってます、歌に乗せた思いについても語っていました。また坂本冬美さんは2020年に YouTube チャンネルを開設、経緯について、全てのコンサートも延期し劇場公演は中止になった、でいくつかのテレビも中止になりました。そうなるとファンの方と接する場面がもうないわけです。結局生で見ていただく機会がないわけです。そんな中でたまたま生配信をするという予定を組んでいたから今回の YouTube ができたのであってね、と語っていました。このように新しい試みにも挑戦していますが、過去にはどんなことに挑戦したとしても最後は和服を着て演歌を歌うというスタイルは変えないし変えられません。その思いがあるからこそいろいろなことにチャレンジしても面白いし、ファンの皆様にも楽しんでいただけると思うので、このスタイルだけはブレずに守って体と喉が続く限り歌い続けていきたいと思っています、と話していたので、これからも変わらぬ坂本冬美さんの素敵な歌声を聞くことができそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。